どうも、大悟です。今回の動画はですね、自分の周りは全員敵だみたいな、うわぁ、周りは敵しかいないみたいな風に思う人いますよね、時々ね。あるいはなんかすごい自分だけがいじめられてるみたいな風に思っちゃう。被害妄想みたいな感じですけど、あれって本当に被害妄想なのかどうかって話なんですけど、まあ、被害妄想、まあ、敵を向けられてなくても実は人間って周りが敵に見えちゃう条件っていうのがですね、実はあるんですよ。というわけで今日のですね、動画はですね、周りが敵ばかりに見えてしまう本当の理由についてですね、ご紹介したいという風に思います。はい。心当たりある方はぜひですね、参考にしてみてください。まあ、みたいな風にですね、このチャンネルはですね、様々な心理学の、知識をですね、ご紹介しています。一応全部論文が元になってるんですけど、だいたいね、1日に3回ぐらい、放送してますんで、もしよかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、今日はですね、そんな風にですね、いわゆる周りがね、敵にしか見えないみたいな、友達がみんな自分のことを裏切ろうとしてるみたいな風にですね、思っちゃう人ね、何が原因なのってことをですね、調べた面白い研究がありますんで、これをご紹介したいと思います。で、結論から先に言います。睡眠不足です。はい。睡眠不足になるとですね、いろんなですね、ネガティブなことが起きるっていうことが分かってるんですけど、睡眠不足になるとですね、なんと周りの人が敵に見えてくるってですね、面白い研究がですね、ありますね。これを今日はご紹介します。まあ、もともとね、睡眠が足りない人って、友達に嫌われやすくなったりとか、実際に嫌われちゃったりとかですね、あとはですね、孤独になっちゃう、孤立しがちになるってことがですね、結構言われてるんですけど、これが何なのってことをですね、調べてくれたですね、研究がですね、カリフォルニア大学の、今日ご紹介する研究になります。はい。で、これ何が分かったかっていうとですね、まず一番重要なのが、他人が敵に見えるとどういうことかっていうと、いや、あいつあの時すごく嫌そうな顔したから、俺の意見に対して反対なんだとか、せっかくね、何かね、親切を持ってやってあげたのに、すごく嫌そうな顔された、わーみたいな風に言う人いると思うんですけど、これね、実際客観的に見ると嫌そうな顔してないし、敵に向けてないことが多いんですよ。つまり、表情を読み間違えてるんですね。で、この相手の表情からですね、感情を読む能力がですね、実はですね、睡眠不足で低下するんじゃないのってことがですね、言われてまして、実際ですね、今回の研究はですね、睡眠不足で相手の表情を読む能力が下がるよってことをですね、示したというですね、そういう面白い研究です。カリフォルニア大学の研究で16人の男女にですね、様々なですね、感情をですね、示すような、画像っていうのを見てもらったんですね。まあ、人間の表情ですね、っていうのを見てもらったんですよ、そう。つまり、友好的な表情から、敵意がある表情までですね、見てもらったんですね。で、その時にですね、すべての参加者たちに対して、どこから敵意を感じるのかと、つまりその敵意ゼロの状態から敵意むき出しの状態までの、いろんなちょっとずつですね、グラデーションをつけたような、少しずつ敵意が増していくようなですね、写真っていうのを見せて、いわゆるですね、どこで、いわゆる敵意を感じるのかと、だからどの画像が敵意を持ってて、どの画像は自分に対して友好的なのかってことをですね、みんな見分けてもらうっていう実験を行ったんですね。2つのグループに分けました。熟睡した直後にやってもらった場合と、24時間ぶっ通しで起き続けてもらった場合、徹夜してもらった場合にですね、どういう風な反応が出るのかってことを調べたんです。そしたら面白いことにですね、24時間徹夜した睡眠不足のですね、状態で画像を見ると、ほとんどの参加者がこの友好的な表情、自分たちの味方をしようとしてくれてる人の表情と敵意を向けてきているですね、敵の表情っていうのは区別がつかなくなっちゃって、なんと全ての画像を敵意があるっていう風にですね、考えたんですが、つまり睡眠不足の状態にたった24時間、ぶっ通しで起き続けるだけでも、人間の表情がですね、全部敵意を持っているように見えてくるっていうのがですね、人間が、持っているですね、ちょっと面白い特徴の一つだったんですよ。だから睡眠不足のせいで、実はですね、不眠のせいで周りが敵に見えるという現象ってのは大いにあるよってことなんですよ。そう。で、さらにですね、睡眠不足の参加者の脳をですね、スキャンすると面白いことが分かりまして、頭皮質って場所と、全体上皮質っていうところのですね、働きがですね、非常に鈍ってるってことが分かったんですよ。で、これ何かっていうと、感情をですね、読む能力をですね、司ってるんじゃないかって言われてる脳の部位なんですね。そうだからこのせいで、人間の感情をですね、見分けることができない、つまり表情を、ね、見分けることができなくなってしまって、たった24時間徹夜するだけでも、この頭皮質と全体上皮質のですね、能力が下がっちゃって、敵意を向けてくる人の表情と、友好的な人たちの味方をしようとしてくる人たちのですね、表情ってのが分からなくなっちゃったっていうことがですね、この研究で分かったことなんですね。実際研究者はですね、このようにコメントしております。睡眠不足っていうのは人間の感情からですね、いわゆるポジティブな感情っていうのをですね、取り去っちゃうんですよ。全部ネガティブに見えちゃうんですね。だから、そのせいで、相手に敵意があるように感じちゃうんですよ。だから、見分けられなくなるっていうか、全員がですね、敵意を持ってる表情に見えてくるんですよね。で、実際にですね、過去の実験によっても、睡眠が足りない人ほど社会的にですね、孤立しちゃうし、孤独感をですね、味わうよってことがですね、言われてますよってことですね、やっぱり研究者もコメントしてるんですよね。そう。だから、睡眠不足のせいで、周りが敵に見えてる可能性が大いにあるわけですよ。だから、ぜひですね、気をつけなきゃいけないということですね。はい。睡眠が足りなくなることによって、感情をですね、
いわゆるこう、分析する脳の機能がですね、低下するわけですよね。そのせいで相手の表情とかですね、行動が全部マイナスに見えちゃって、敵にしか見えなくなってきて、コミュニケーションがうまくいかなくなっちゃって、友達がいなくなると。で、実際にそれで、孤独になっていくというお話なんですよね。そう。で、さらにですね、これ面白いことに、睡眠時間をですね、ちゃんと確保してる人っていうのはですね、このコミュニケーションって絶対人間関係で嫌なこと絶対あるんですよ。イラッとすること絶対あるんですよ。で、こういうことをですね、やっぱり、寝るとですね、よくね、帰って飯食って寝ればスッキリするみたいなことを言う人いますけど、あれもですね、間違ってなくて、レム睡眠の間にですね、脳内にですね、そういうコミュニケーションによって分泌されたストレス系のですね、神経伝達物質っていうのがいっぱいあるんですけど、こういうものがですね、レム睡眠の間って減るんですよ、ちゃんと寝てると。だから嫌な感情とか嫌な記憶っていうのがですね、こうコントロールしやすくなるというか、和らいでいくってことも分かってるんですよね。で、このレム睡眠の質が高くなればなるほど、人間っていうのはその人間関係とかコミュニケーションにおけるストレスをですね、緩和することができるようになるし、相手の表情とかで仕草とかもちゃんと読めるようになるんですよ。そう、だからですね、僕らが結局寝てる間っていうのはですね、感情のですね、コントロールをしやすくするために、余計なストレスとかを取り去ってくれてるってことがですね、研究によって判明してるんですよね。そう、なかなか面白いですよね。だからまあ、むしろですね、コミュ力とかを高めようと思って、いろいろ頑張るよりかは、ちゃんと寝るところから始めた方が、人間関係良くなると思うので、ぜひですね、そこら辺をですね、忘れないようにしてみてください。ということでした。というわけでですね、今日はですね、人間関係の話かと思いきや、実は睡眠の話だったんですよね。はい。ということで、ぜひ皆さん、睡眠の質を上げてみてください。睡眠の質を上げるためにですね、参考になるですね、本としては、僕がいつもお勧めする本はですね、リチャード・ワイズマンさんのよく眠るための科学を教える10の秘密というですね、もう科学者がちゃんと論文を参照して書いたですね、よく眠るためのですね、本になりますので、ぜひチェックしてみてください。で、さらにですね、まあ、ちょっとこの本ね、論文がいっぱい並んでて読みにくいという人もいると思うので、そういう方のためにですね、動画でもざっくり解説しています。はい。すっきり起きれるメンタルの作り方という動画をですね、続きの動画としてご用意しておきました。これ、すっきり起きれると書いてあるんですけど、結局ですね、睡眠の質を高めてあげればすっきり勝手に起きれるので、まあそういう意味で言うと、睡眠の質を高めるための動画としてもですね、参考になると思います。ぜひですね、続きの動画、番組概要欄またはコメント欄の方から、すっきり起きるメンタルの作り方見てみてください。おすすめの本もはですね、番組概要欄の方だけに入れておきますので、よかったらチェックしてみてください。それではコメント欄から続きをどうぞ。バイバイ。